カニヌコーラコーラとは多くの動物グループに見られる背側の外骨格、または角状の部位である。背部に持つことを強調して、背甲とも、背甲と呼ばれる構造を持つ、節足動物は、主に甲殻類とハサミ角類が挙げられる。甲殻類形態及び、頭胸部甲殻類も、三小甲殻類の背甲は、頭部の背面の外骨格に由来し、胸部の背面まで覆った、 構造体である。カブトエビやミジンコなど、エラー種類の配光は頭部のみに接続しているが、十脚類とエラー類の配光は、胸部と融合し、頭胸部を形成する。ハサミ角類前、体も、三小ハサミ角類の配光は、前体の背面の外骨格で形成されるコーラで、ある。甲殻類の配光から、区別できるように、英語では、ケリペイスの代わりに、プロスマルドースセルシールドや、 ペルティディアムと呼ばれる場合がある。蜘蛛型類の廃校は前体の本体部の海を覆うが、カブトガニ類の廃校は円を大きく張り出し、足まで覆ったドーム型の甲羅となる。亀の廃校と復興詳細は亀甲羅を参照亀の背面の甲羅、いわゆる廃校は、脊椎や肋骨と融合した、皮骨からなる甲板と、鱗からなる甲板の二つの甲板で構成されている。 覆面の甲羅は、復興という。すっぽんなど一部の種では、角質甲板がなく、皮膚に覆われた、骨甲板のみの甲羅を持つ。茶甲羅なめくじの甲羅。陸生の複足類では、貝殻が退化して皿状になる例があり、これを甲羅と呼ぶ場合がある。そのような殻が、外頭膜の元に隠れ、外見からは判別しにくいものもある。また、甲以下などの、以下の甲を指して、 コーラと表現されることがある。クラシャグロッサリデフィニションス。リサーチ .nhm.org2020 年11月20日、閲覧。フスコ、ジュゼッペ・ミネリ、アレッサンドロ・ミネリ、アレッサンドロ・ボックスス・ホール、ジェフリー・フスコ、ジュゼッペ・エズ、アーサー・ラポート・セグメンテーション・アンド・タグモシス、ベルリン、ハイデルベルグ、スプリンガー・ベルリン・ハイデルベルグ、 pp.197-221 土井10.1007 978から3から6423616099 ISBN 978から3から642361593 https://link.springer.com スラッシュチャプタースラッシュ10.1007-978-3-642-36160-99-6、ジェイソン・エーペニー、デビット。 ホッシルラクニズ、シリサイエンティフィックプレス、ISBN 978から0から956万7795から4から0、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com。テイラーワッツ、ブックス、i d 十六 z d c and、プリントセックイコールフランカバー&、HL=JA、V= イコールオネパゲ&、Q= イコールセファロートールックス&、 F="Force". ありがとうございます。